C751 バイト電動車の内装シンガポール地下鉄 C751 バイト型電車はシンガポール地下鉄の通勤系電車である。本車両は川崎重工が66両、日本車両が60両製造した。2000年から2001年にかけて計126両が納入された。現在東西線、南北線で運用されている。 C751 バイト型と未更新の C151、ガッタなどの今までの車両との大きな違いは、形と色である。形は、先頭車両の前面が傾き、流線型になり、発光ダイオードで列車番号が表示されるようになった。色は、全体的に白をベースにし、窓の部分は黒いラインで、窓の下は赤いラインが引かれている。また、 さらにその下は灰色になった。しかし、これらの車体の色は C151 系の更新済み車両と非常によく似ている。客用扉は両開き片側4扉、外吊り扉で飛ぶ黒窓はない。扉部分など車体中央にスタンションポールがある。座席はプラスチック製のロングシートである。車内案内表示器は設置されていないが、車内放送は自動化されている。 車体はアルミ製のダブルスキン構造となっている。1車両に対して6台の液晶画面が装備された。通常は 2M1T の3両のユニット2つで6、編成で運用されており TCMMC、MCMTC となっている。不満は4桁の数字でされており、1000の位が号車番号で3は必ず付随車に当てられている。その他はユニット番号になっている。 333番ユニットと334番ユニットの編成の場合、3333から1333から2333から2334から1334から3334となる。ユニットを組むときに、奇数のユニットの方が数字が小さくなる。カッコ内は、中間電動車。ありがとうございます。